着替え届けのはちゃんと出しますよ。あの、まあ結衣が実際はやらないけど約束したから。結衣が実際のんちゃんです、今後一切やらないけど、その代わりあの着替え届けだけ出すよ。一体面白いもん、こっち。明日の方が晴れるじゃないか、多分明日パンパンになってるじゃん。要するにあの最初だから、要するにユイガはあのランに殴りかかってたんだよ最初ね。てめえらこの野郎って言って、あの扉開けた瞬間にランに殴りかかったの、まずでパッカー入って顔面に、で俺は横にいたから、ちょっと待て待て待てっつって配線をこう剥がいじめにしようとしたらね、前からガッと待てって、で、配線の頭、顔がこうなるじゃん。で、そしたら、配線の頭突きがカーンって俺の口にカーン来て、その時に、あの、バッサリ切れた。